皆さん、こんにちは。こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました。ニードフォースピードヒートのと言いたいところなんですがえ、本日はニードフォースピードヒートの時間では、 ありません。はい、というのもですね、何の時間かと言いますと、え最近2、3日前にですね、もしかすると来年発売もしくは発表されるのではないかという新作の Need for Speed についてお話ししようかなと思います。えというのもですね、えー、正直に言いますと、私お恥ずかしながら待っ 全く知りませんでした。えー、あの、2、3日前に EA の公式サイトの方で、えー、まあ、今こんな感じですよという開発画面が出ていて、その中に Need for Speed Heat と思われる動画が出ていたということで、えー、コメントの方でね、視聴者様何名かあ教えていただきました。えー、数名の皆様からね、教えていただきました。えー、ご丁寧にありがとうございます。えー、そのコメントを見た瞬間にですね、私、まあ、サイトの方に行ってですね、えー、約50分の動画をずっと見てまいりました。 えー、まあそこでまあ気づいた点というかまあ皆さんと一緒にねワイワイ、えー、自由活達な意見をこうお皆さんに述べていただいて、えー、私も個人的な意見を述べさせていただいてまあ5分ぐらいの動画になるんじゃないんですかねうんあのそんな感じで、えー、わきあいあいとやっていければなと思いますんでねどうぞよろしくお願いしますはいということで、えー、まあ,あまあ家のおファミリーへようこそということで、えー、この動画まあ今切り替えてると思います今切り替えてると思うんですがあそこでですね、えー、まああの責任者の方であったりとかその。 社員の皆さんちょっと偉い方がいろいろお話をされていましたで、まあ、そこには、ですねとりあえず、まあ、我々いつも楽しみなゲームたくさんあるんですけどもみんなに伝えたいことがありますというふうに、ね、言ってたんですけども今日のこの EA という会社があるのは皆さんが好きなゲームをもっとプレイできるよう頑張っていただいているので我々もずっと励みになっていますよというふうに、ね、述べております。 で、その中で、えーまあ、皆さんのおかげで、こう、みんなの声が聞けて、えー、皆さんのフィードバックに基づいて、我々は、まあ、動いてますよ、開発していますよ、ということで、そうやっておっしゃってました、その方はね、えー。それが何を意味するかというと、要は、フィードバックを送ってる、それに対してちゃんと、 反応していますよ、行動していますよというところをね、えーまあ、あちゃんとお話ししておりました、えー、もちろんですね、まあ、1億通、世界から1億通のメールがあって1億のみんなを全てね、えー、意見取り入れているかといたら絶対そうではないと思うんですけども、まあ,あそういった言葉はね、えー、信じていこうかなと思いますね、えー、だったらね、もうちょっとあのルーカスとのトークを増やせよというふうに、ね、送ったらもしかするといやー今日のビクトリアは綺麗だよねみたいなことを言ってくれるのかもしれないよね。 はい。ま <laughs> あビクトリアっていう名前じゃないけどね、この人。はい。一応僕の中ではビクトリアなんだけど、まあそんな話はどうでもいいんですよ。で、そのまま文章をね、その方のメッセージを聞いていきますと、我々、まあ弊社はですね、まあ、 新しい体験を生み出すためにいつも頑張ってるんですよということで皆さんに新しい体験をしていただきたいというふうに、ね、熱く述べておりましたで、えーまあ、いろんな、ね、プラットフォームで今後ゲームが可能になっていきますということで、まあ、今回この Need for Speed Heat が PC と Xbox、PS4 で常に遊べるようになったということになりましたねそれが本当にすごいなと思います で、そういった詳しい情報は来年の2021年の6月までにいろいろ発表いたしますよということでお話ししておりました。はい。で、こちらのね、画像。おまあ、写真になってるか動画になってるかわかりませんけど、これすごいですよね、これね。911GT3RS ですけども、これ白のお。これはね、おそらく、あの、本物の画像で見るとおかなり綺麗だと思うんですよ。これ言ってもこれ YouTube でね、動画で通してますから、あれなんですけども。 えー、1080p ですからね、おそらくでこれがもし今後、まあ、あもし自分,自分たちがね、えー、ゲームをする際に 4K モニターがあって 4KHDR そして、もしこれが PS5 で出るとなるともうほぼほぼお実際の車と変わりないんじゃないかなと思ったりはしますね、本当ねすごい綺麗ですよね。うんで、えーまあ、そういった感じでお話を続けていくとです、ねえーまあ、我々にはです、ねえー、幅広い 年齢層の、まあ、社員がいいますよみたいなことで、えー、その状態その幅広い年齢層の社員がいるこの状態っていうのは、まあ、ゲームの世代の境界を超えて、えー、今後未来に進んでいく機会がありますみたいなことを言ってました、えーまあ、幅広い年齢層がいますけどもそれぞれね、えーまあ、50代40代の方はまあこんな意見を持って40代失礼30代20代の方はこんな意見を持ってでもそういった意見をどんどん取り入れて、えー、皆さんとおまあ 協力していいゲームを作っていきたいですみたいなことを、ね、お話ししておりましたでその社員はみんなその、ねえー、作ってる人開発に携わる人はみんないろんな野望がありますよということで、えーまあ、申し上げておりましたね うん、で、えー、NFS であろう、Need for Speed であろう動画の時にまゃ、あ、っていた内容なんですけどもお、これに関しては非常に優れた物理学っていうのね、物理演算だと思うんですけども、そういった物理学を用いて、えー、このゲームの中における、まあ、車の動きなどの微細な そういった動きを感じることができるように頑張りますと。そういった細かい細かい動きの瞬間瞬間、そういった一瞬の体験を皆さんにしっかり体験していただきますよというふうにね、しっかりと述べております。こういったレース系のゲーム等は、まあ、あの、ほんの数秒での挙動っていうのをすごい大事にしたいと。それをより,よりよく再現したい。そういったシームレスな体験、没入感が ありますよということで、えー、絶賛しておりましたんで、まあ、この新作のニードフォースピード何になるかわかりませんけどね、えー、そういった次のゲームにね、えー、期待したいと思います。で、えーまあ、これもね視聴者様からねコメントで教えていただきましたが、あまあ、前作のペイバックですかこれは私やってません。えー、正直言うとニードフォースピードヒートがデビュー作なんですけども、NFS のね、えー、このペイバックっていうのは、要は大型ミッションっていうのが結構あったみたいで、 えー、例えばハイウェイハイストおこれは走行仕様に改造されたマスタング GT でまあ輸送中のレゲュラを強奪するとかね、えー、あとスカイハンマーとかキルスイッチが搭載された警察のヘリから逃げる、えー、ダブルアップ金メッキの G63MG とアベンタドルを盗み出すとかあ最終決戦のアウトローラッシュですか でそういったのが、ストーリークリア後も何度もプレイできるっていうらしいですね。えーまあ、まるで映画のようなシーンに自分が改造したマシンが映っているのもすごくいいところですということで。えー、まあこれは私も思うんですけど、次回作のニードフォースピードではでは、まあ、やっぱりこの今回のねヒートと違ってやっぱりストーリーを長くしてほしい。これはね本当、その方もコメントでおっしゃってましたが、私も本当にそう思います。はい で、えー、本当ね、あのコメントを勝手にね申し上げて本当申し訳ないんですけども、えー、もうこの動画と同時に許可をいただきたいんですが <laughs>、ごめんなさい、本当に勝手に申し上げて本当申し訳ないんですけども、すごい、えー、あれだったんですけど、ルーカスよ、このルーカスはね、もうカスみたいな名前してますけど、このルーカスは、弟いるんですか、これ, <laughs> これ。僕、僕知らなかったんだけど、ルーカスの弟らしき人が、なんか前作、ペイバックにいるらしいですね。 なんか、ガロー・リベラーって言って、なんか、僕は全く知らなかったんですけど、まあ、あの、その方のね、視聴者様のコメントを見て、えー、そうなんだと思って、まあ、一人で笑い転げてたんですけどね、ルーカス弟いんのかよ、みたいな。はい。まあ、そんなことどうでもいいんですけど、うん。まあ、そんな感じで、えー、ま、今後のね、ニードフォースピードヒート、いや、違います。ニードフォースピードについて、えー、ま、これから、どんどんより良くなっていけばいいかなと思います。 今回、Need for Speed Heat で、まあ最終のアップデートがまさかの、あの、Xbox とか PC と皆さん一緒にできますよみたいな正直どうでもいいようなアップデートを、まあ、してきたわけですけども、まあそれはそれで、まあおそらく次の新作の Need for Speed、うん、ふん、ふんとかいうのはおそらく最初から、ああ、すべてのプラットフォームでゲームができたりとかするんじゃないかなと。 思っております個人的意見ですよ。はい。ということで、えー、こんな感じで私の考察、そしてまたコメント欄で皆さんあ自由閣達に意見をしてください、えー。私も混じり込んでいきますんでね、どうぞよろしくお願いします。はい。それではですね、えー、EA の皆さん、えー、頑張ってください。えー、絶対にね、えー、買いますよ。はい。新作、よろしくお願いします。な、な、あと支店、視点、視点ですね。あの、ドライバー視点とか増やしてほしいですね。 あと VR 対応は絶対できないと思いますけどもまあとにかく視点がもっと多くなってストーリーが増えてくれればいいかなと思いますさあ皆さんはどんな意見をお持ちですかまた皆さんと和気あいあいとお話しできればと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれでは今日は考察考察の動画ですね、えー、考える察する私の考察でしたどうもありがとうございました新作の部屋のサクでした